銃の乱射をしてしまうようなアメリカ人の社会、でもこれもアメリカの社会だけの問題じゃないです。日本でも起きてます、ね、いろんなさまざまなわけのわかんない事件が学校の中でこれ起きてます。でもよくよく調べてみていただきたいんですよ、ね、その子がかつて薬飲んでませんでしたか、ね、あるいは今飲んでませんかって、そこの調査が大事なんです。で、なぜかつて飲んでませんでしたかっていうふうに私が申し上げるかといったら、この薬物、その向精神薬っていうものの性質をちゃんと知るっていうことが必要なんです。何かといったら、向精神薬っていうのは体の中に残り続けます。残留し続ける性質があります。このことをよく知っておいていただきたいんです。この残留し続けている薬物をいかにして体外に排出するかってことをしっかりやらなければ本当の意味での解決ってはできません。ただ、残念ながら医学の中で現状のいわゆる普通の一般医学の中でそれをまともにやってくれているところはほとんどないし、まあ内海さんがね今頑張ってやってくださってますけども、本当の意味でその解決をやっぱりさせていくっていうことに取り組んでいかなければなりません。私どもとしてもそういった活動をどんどん支援し、そして輪を広げていくってことを、まあ、やっていくっていうことが必要なんですけども、ただやっぱりその薬物、向精神薬ってどんなものなのかって、共通的なその資質どういうものなのかってことをしっかりと皆さん知っておいていただきたい。体の中に残りますよってことです。なぜならばあれは油に溶ける性質があるからだと思います。使用性の薬物っていうのは基本的に体の中に残っていきます。これは覚醒剤も一緒、ヘロインも一緒、ね、まあ、はっきり言ったら大麻も一緒、そういったものです。ですからこういったものが体の中に残り続けて、いつまでもいつまでも長くにわたって、まあ、私たちをコントロールし続けるということですよということを、だからたった一錠の向精神薬でさえも、たった一回の麻薬でさえもやっていただきたくないんです。そのためにはそのためには皆さんが、ね、まだ その、ね、そこに至ってない人たちは絶対に手を出さない。そして手を出さないところだけじゃなくて、ね、もし手を出してやってる人がいたら、あるいはすでに飲んでおられる方がいたら、やっぱり事実を勇気を持って、ね、知らせてあげる。これが本当の意味での愛情なんじゃないかなと。愛情のこう、ね、表現のためには勇気が必要です、はっきり言って。さまざまなことを言ってくる人がいます。でも事実とともに皆さんいていただきたい。これが私どもの願いでもあり、そして私たちが常に心がけていることでもあります。ですから精神医学、これには必ず嘘がつきものです。悪いものをね、何か売ろうとするときに人が本当のこと言いますかね、オレオレ詐欺が本当のこと言いますか、ごめんね、これオレオレ詐欺なんだけど最初から言いませんよね、うん、それと一緒です、ね、基本的に何か悪いことをしよう、悪いものを売ろう、そういった時には必ず嘘がつきものなんです。その嘘に騙されないようにするためには、皆さんの知識というものをの空白を真実でどん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 埋めていくということ、そしてその埋められた真実だけを他の人に伝えていくということ、これを本当愚直なまでにやっていく必要性というのがあるんじゃないかな、私はそんなふうに感じております。今日は長い時間ですね、本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。Facebook とか、あるいはブログとか、あるいはさまざまな、メディアを通じてですね、私どもの活動を知っていただけている方につきまして、本当に心から感謝申し上げたいと思います。今日は本当に長い時間、お付き合いいただきましてありがとうございました。これにて通話終了させていただきます。ありがとうございます。